はい、皆さんこんにちは。今回までですね、危険な空港10空港をアプローチしてきましたが、今回につきましては、私の独断と偏見で、難しい空港トップ3を発表していきたいと思います。ではよろしくお願いいたします。まず、第3位、グスタフ3世飛行場です。この飛行場ランウェイ10にアプローチしましたがですね、この最終的な丘、この丘を越えて、ここからのパスメイキングですね、おそらく5度パスぐらいになると思うんですけど、それからのフレアですね。で、設置したと思ったら、短い滑走路で、その向こうが海という非常に最終的なファイナルパスの作り方ですかね。これが難しい空港でした。第2位です。パロ飛行場です。パロ飛行場最終進入のところですが、滑走路への進入には最終的なひねり込みが必要ですね。ここからライトターンしてですね、丘をスレスレで行くんですが、ここからですね、この丘を抜けながらのファイナルを作っていくと。これがライトターンからレフトターンの切り返しにより作るといったところがやはり難しいですね。しかもですね、この丘をスレスレ飛ぶと3度を超えるパスになるので、ここからパスを3度に戻しながらですね、レフトターンしてアラインしていくと。まだ戻しきれてないですね。ここら辺で3度になってパスを3度にしてロールアウト設置と。非常に最終的なパス、アライン、操作が複雑なので、難しい空港だと思います。第2位でした。引き続きまして、第1位ですね。トンコンティン国際空港。ここが私が選ぶ一番技術的にですね、難しい空港です。その理由といたしましては、最終的なファイナルを作るレグがもうほとんどありませんね。コンティニュアスでレフトターンをしながらですね、最終的に滑走路にアラインしていくと。またその経路上は小高い丘になっていまして、なかなかサンドパスも作っていけないと。丘を気にしながらレフトターンを継続して、最終的に滑走路に設置すると。この操作が非常に難しいです。特にですね、ここからの滑走路が見えればいいんですけど、このマイクロソフトフライトシミュレーターのゲーム上ではですね、左がなかなか滑走路を確認できませんので、ND を見ながらそこに載っているルートを参考にして、左線から開始していくと。ここからですね、左旋回開始もまだ滑走路は見えないと。滑走路は左45度のところにありますから、なかなか進入することは難しいですね。でしかしながらパスを作っていかなきゃいけないんですけど、この丘があるためにどんどん下ろしていくわけにもいかないと。で、ここで滑走路端がわずかに見えてくるんですけど、この見えた瞬間にパスを3度に修正しつつですね、で、ロールアウトのタイミングを見計らうと。もうほとんどファイナルはないですね。もうロールアウト設置っていうような感じになりますんで、ここのアラインからのロールアウトですね。これ A320 だと非常に難しいですね。以上が私が選ぶトップ3位の空港でした。まずトンコンティンが一番難しかったなと思います。皆さんいかがだったでしょうか？皆さんもこの3つの空港、ぜひ挑戦してみてください。最後に、おまけ映像があります。いやいやいや、ターホですわね、これね。これ本当上がれるのかっちゅう話やけど、ちょっと可能であればウエイトを下げたいなと思うんでね、フューエル下げての 17% にしてペイロード0。これだったらいけるのかな。もう一回ちょっと見てみる。いけるかもしれない、これなら。いけるかもしれない。こうなんて関係ない。では離陸してみましょうか。これですからね。うわ、もうよく当たるわ。よく当たるやん。あかんやん、これ。気に当たるやん。いや、これまず無理じゃん。いや、まずスラストマックススラストにして。あかんちゃうかな。スラスト出たね。ブレーキリリースな。どうした？ここから。よいしょ。あ、行きましたね。いけた。